안녕하세요모모입니다はい、今年の夏は整形します整形しますと言っていたんですけど、ついに明日手術の日になりました。整形するとは言っていたものの、どこの病院でやるかとか、どこを手術するかとか、私一切話してこなかったと思うんですけど、もう今回の動画で全てお話ししていきたいと思います。本当はですね、この2年前コロナが見つかったぐらいの時に、私韓国に普通に撮影で来てたんですよ。で、その時に実はもうそこでカウンセリングも受けていて、2ヶ月後に手術の予約もしてたんですけれども、コロナが見つかって韓国日本どっちも行けなくなってしまって、2年間ずっとやる予定だった手術ができなかったんですよ。で、その間もずっとやりたいから日本でやろうかなとかも考えたけど、やっぱり私は韓国でその先生にやってもらいたいっていうのもあるし、私自身が日本人の顔っていうよりは韓国人の顔の方がなりたいんですよ。やっぱり日本の先生にやってもらうと韓国っぽくできる先生もいるかもしれないけど、やっぱり韓国の先生にやってもらった方が確実に韓国人っぽい顔にしてくれるので、私はそれで韓国の先生がいいなっていう風なのもあるし、日本のアフターケアとかよりなんか韓国の方がしっかりアフターケアしてくれるっていうイメージが私の中であって、で今回韓国で整形したいなって思っていたんですけど、そもそも私はどこを整形してたかっていうと、まず二重なんですけど、埋没2回最終的に切開っていう風に3回手術してるんですけど、私もともとまぶたがめちゃくちゃ厚くて埋没してもすぐ取れちゃうんですよ。それでなんかお金のこともあったし、ダウンタイム期間取れないっていうのもあって2回埋没してるんですけど、結局埋没すぐ取れちゃうから切開にしました。鼻はですね、動画で出してると思うんですけど、1回目は3年前くらいに日本の美容外科でやったんですけど、プロテーゼだけ入ってるんですけど、その時にこっち側に曲がって入ってたんですよ。どうせ韓国でやるからいいやって思ってたら2年もコロナで行けなくて、もう早く直したいっていうのもあって、同じ先生にちょっとこれ曲がってるんで入れ直してもらえませんかって言って入れ直してもらったんですよ、日本で。なんだけど、いやほんとその先生腕が悪いのか、なんかこっち側に曲がってたのが次入れてもらったら今こっち側に曲がってるんですよ。こんな感じ、こう入ってるんだよね。あー、もうこの先生に任せてもうどうせ一生曲がるからいいやと思って、もう私韓国でやるわと思ってそのまま我慢して生きてたんだけど、私が一体どこを整形するかっていうのを多分皆さん気になってると思うんですけど、今回マジやばいです。簡単に言うと唇以外全部整形します。もともと私昔から輪郭めちゃくちゃ気になってたんですよ。特にここエラ削りたいなって思ってたけど、やっぱ怖いじゃないですか。だからずっと勇気が出なかったんですけど、今回輪郭3点をまずやります。顎とエラと、あと頬骨、ここも出てる方なのでここを3つ削ります。出るよ。その後に鼻です。鼻はもちろんこのプロテージを入れ替えますけど、まっすぐに入れ替えて、鼻先ですね、鼻先はやってないので鼻先をやりたいんですけど、私の理想はこんな感じの鼻なんですけど、横から見た時になんかこうアップノーズじゃなくてまっすぐって感じかな。小鼻は先生にちょっと相談してやるかやらないか決めたいなと思います。で、次目なんですけど、目は二重ではなくて、ちょっとだけここの目頭の部分が毛小ひだかぶってるので、ここを少しだけ切る。でも私もともと目が近いので、めちゃくちゃこうガツンって切っちゃうと超目が近くなっちゃうので、多分ちょっとだけ切ってもらって、あと目尻ですね。私目が丸っこいじゃないですか。目の横幅がないのがすっごい今までコンプレックスだったんですけど、それをちょっと改善するために目尻もちょっとこう切るんですけど、私は垂れ目がすっごい嫌なんですよ。韓国人みたいにまっすぐかちょっと切れ長上に伸びてる感じが好きなので、ちょっとそれは先生に相談して、こんな感じでまっすぐなるように目頭と目尻を切開します。で、あとはおでこと、あとこの辺は脂肪移植をして、おでこもここ平らなので丸みをつけて女性らしくしたいなって思ってます。ちょっと全体的に脂肪足りない部分を脂肪移植してもらってっていう感じで、本当に唇もすでにフィラー入れてるからいじってるんだけど、もう全ての箇所を今回いじることになりました。病院なんですけど、私が以前から
皮膚科として通っていた病院があるんですけど、それが7美容外科っていうところなんですけど、皮膚科もすごい有名なんですよ。で、あと豊胸がめちゃくちゃ有名な病院で、7美容外科ってめっちゃすごいのが、ビル1棟がほぼ7なんですよ。めちゃくちゃでかい病院で、しかも本当にスタッフさんも先生もめちゃくちゃ親切、日本語の通訳さんもいるし、大きくて本当にすごくて、なんか安心して任せられるなっていうのもあって、今回7美容外科さんでやることにしました。とりあえず私がこの前カウンセリングと検査を受けてきたので、その動画をご覧ください。クラップ。えいやにゃおでしんやぎなあぷすんがおくっしょ。ねえ、ありがとうございます。力抜いてください。あります。早くね。これ、옛날에네, 1년 반 정도 전에 국물만 넣으셨어요. 그 코 안쪽 쪽에는. 어디서 하신 거죠? 일본에서. 코부터 보면 코는 지금 보형물이 이렇게 한쪽으로 치우쳐져 있거든요. 이렇게 돌아가 있고. 네. 여기는 이제 이렇게 높은데, 여기는 이렇게 주저앉는 것처럼 이렇게 보이거든요. 그래서 일단 이 기존 보형물 제거하고. 어떤 높이는 뭐, 저로서는 나쁘진 않아요. 그래서 뭐, 높이는 비슷하게 가는데. 코 모양 희망하시는 거 있으셔가지고요. 사진 그렇게 이제 撮ってみて、もともとの高さと自分が持ってる軟骨の大きさが、どれくらいあるのか、足りなかったら耳軟骨の追加する予定なんですが、こちらの部分は手術に先生がさ見てから、なるべく参考して手術する感じになります。가운데있는뼈떼내고이뼈를이렇게좀모아주면 이 폭도 줄어들고 이제 기류 좀 줄어들고 이제 그렇게 되는 거거든요. 이제 하실 때 이렇게 좀 이제 제가 좀 슬림해 보이게 이렇게 한번 해보시면 될 것 같아요. 안녕하세요. 원하시는 눈 사진만 보내주실까요? 그러니까 요 눈동자에 비해서 양 옆에 보이는 흰자가 조금 완전히 작아서 눈이 좀 이렇게 동그랗게 보이기는 하는데, 이제 트임으로 할 수 있는 거는 이제 이런 식으로 가로 길이가 이렇게 좀 더 길어지는 방법이 있고, 이제 뒤로는 이제 뒤미 트임을 해서 여기 펴 있는 데까지 최대한 이렇게 눈을 좀 길어 보이게, 그리고 여기가 많이 이렇게 올라가 있어서 답답해 보이니까 이걸 좀 이렇게 내리는 방법이 있거든요. 옆에서 봤을 때 전체적으로 조금 이렇게 일자로 떨어지는 이마여가지고 조금 볼륨감이 있어서 괜찮을 것 같아요. Thanks, friend. はい、という感じでちょっと検査とカウンセリング受けてきたんですけど、今回院長先生に輪郭と鼻をお任せして、あの女性の先生に目と脂肪移植をお願いすることになったんですけど、全身麻酔も初めてなので、今回手術前にすごくたくさん準備するものもあるし、注意事項とかもあるので、それをちょっとお話ししたいなって思います。準備するものめっちゃありますよね。私輪郭の整形するので、やっぱりほんとめちゃくちゃ腫れるので、6週間はお肉とかも食べれないし、なんか固形物が食べるの難しいらしいんですよ。口が開かないっていうのもあるし、顎の力が入らないのかな。流動食になるんですけど、私は韓国の、まあ、ネット通販でこういうかぼちゃのジュースをめっちゃ大量に買いました。韓国では整形したらかぼちゃのジュースとかかぼちゃのおかゆとか、そういうものをなんかたくさん取るんですけど、なぜかっていうとかぼちゃに利尿作用があるので、おしっこをたくさん出してなんかむくみを早く取るっていう効果があるらしいので、皆さんこれを飲むんですけど、じゃん、これはかぼちゃとさつまいもと小豆のおかゆって書いてるんだけど、おかゆとスープの間ぐらいな感じで、つぶつぶあんまりしてなくてスープに近い感じのやつ。これは多分薬局に売ってなくてネット通販でしか買えないと思うんですけど、韓国に住んでる方とか、まあ、韓国にお友達いる方はこれもう結構おすすめじゃないかなと思います。これもネットで買いました。これも普通にスーパーとかコンビニで売ってるやつなんだけど、であとはこういうゼリーとかヨーグルトとか、抜歯する1週間ぐらいは多分口が開かないので歯ブラシができないんですよ。これは日本で買ってきたんだけど、歯磨きシートっていうのが、これダイソーで買ったんだけどあって、日休めですけど、これでちょっと歯磨きとかを
したいなと思うので、まあ、これ使ってみないと分かんないけど便利だったら輪郭整形する方はぜひ買ってから行ってください。そしてあとは歯磨きができるようになってからは子供用の歯ブラシ、これちっちゃいやつなんですけど、これで歯を磨いた方がいいっていうことだったので子供用の歯ブラシもダイソーで買ってきました。なんか私その脂肪移植するのに太ももの脂肪をちょっと抜くんですけど、なんかそこも傷口があるので抜歯までは濡らさないようにお風呂とかも入んないといけないらしいので、なんかこういう防水用のカット板あった方がいいですっていうことなのでダイソーで買いました。であとはちょっとベッドに工夫があるんですけど、これですなんか最初輪郭整形したら座ってしか寝れないみたいな感じだったのでこういうクッションを買いましたでこのね、なんかこれをなんかここにもここの高さにもできるしここの高さにもできるみたいなちょっと便利なクッションなんですけど、輪郭整形特になんですけど顔が本当に腫れるし、前が空いてる服とか前が空いてるパジャマとかを絶対持っていった方がよくて、まあ別になんでもいいんだけど私はこうやって前が空いてるパジャマをこう大量に買いました。まあ私が準備したのはこんな感じですね。次は手術前の注意事項なんですけど、これは何の手術するかに変わってきます。私の場合は全身麻酔なので注意事項がたくさんあるんですけど、とりあえず手術の1週間前から飲酒とタバコはダメらしいんですけど、私タバコはもともと吸わないのでお酒は1週間我慢していました1ヶ月前から漢方とかアスピリンとか利尿剤、ホルモン剤、ダイエット剤、ビタミン剤とかなんか薬を服用しないでくださいということだったので、普段サプリメントとか飲んでるんですけどそれもやめて、私は今日の夜11時から絶食です。10時間絶食しないといけなくって、本当に水も飲んじゃいけないんですよ。キャンディー、ガム、タバコ、もう全てダメです。であとは手と足のマニキュア、ジェルネイルを外さないといけないです。私は外しました。はい、手術前の注意事項はもうこんな感じでしたね。こんなに顔をいっぺんに全部手術する人もなかなかあんまりいないと思うし、それを動画に残す人もなかなかいないと思うので、皆さんの参考になれればなと思って動画を一生懸命明日からもちょこ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 撮ってアップしていきたいなと思うので、これからのダウンタイム中の動画も期待してください。 Twitter では韓国の情報を発信中、フォロー待ってます。おはようございます。今はもう朝の8時なんですけど、8時半までに病院に行かないといけないので今から病院に行ってこようと思います。ファイティーン。눈을 길어 보이게 네. 원하시는 거라서 앞트 임하고 이제 뒤미트 임을 할 건데 여기가 제일 볼륨감 있게 가운데 부분하고 여기 이제 눈썹이랑 이마 사이, 그리고 여기 관자 그리고 팔자 쪽. 他の人が見たら笑う。笑うぞ。上がれなくて、と
吐き気がやばかったらいいけど、胃が美味しを取れるようになりました。皆さんがメッセージとかコメントで応援してくれて、胃が痛いて感動しました。ありがとうございました。I'm a little disappointed.